今回新たに生まれ変わったプーマワン、こちらは今までのレザーのスパイクからハイブリッドのスパイクに生まれ変わりました。何がハイブリッドかというと、アッパーに使っている素材、こちらを3種類の素材を使って作っているところがハイブリッドのゆえんです。まず1つ目の素材としては、最大の特徴でありますこちらのスプリントウェブになります。こちらのスプリントウェブは素材にウーブン、つまり織物の素材を使用して作ったアッパーの素材になります。こちらのウーブンの素材は非常に軽くて丈夫な素材になりますので、今までのレザーのような外に体重が逃げてしまうようなことはなく、しっかりと横の動きに対応できる素材になっています。またスプリントウェブはレザーのような外に体重が逃げちゃうことを防いでくれるので、外の体重を逃がさずにしっかりと内側の親指のところに体重を乗せてくれる効果も発揮してくれます。つまり走るときに最も効果的な親指での踏み切り、こちらを促してくれるのがこちらのスプリントウェブのもう一つの特徴になっています。続いて2つ目の素材、2つ目の素材は内側に使っている天然の革を使っている素材になります。こちらのトップモデルにはプレミアムカンガルーレザーを使用しています。こちらの柔らかい素材はボールコントロールの時により滑らかなボールコントロールを提供してくれます。そしてこのとっても柔らかい素材を生かすために、プーマはこちらに伸び止めの糸を使用していません。伸び止めの糸を使用しない代わりに、内側からしっかりとクッショニングと伸び止め、この両方を兼ね備えられる素材を内側から配置していますので、ボールを蹴った時のクッショニング、それと内側への伸びすぎのストップを促してくれる素材を使用しています。3つ目の素材は履き口に使っているこちらのエボニットになります。エボニットは非常に伸縮性のあるニットの素材になってますので、非常に着脱のしやすい素材になっています。また足の甲のあたりまでこちらのエボニットを使用してくれるので、シュータンのようなずれ込みもないですし、足の甲から足首の周りまでしっかりとフィットさせてくれる素材を使用しています。この3つの素材を兼ね備えたプーマワン、こちらは今までのレザーのスパイクにないような新しいプレーを導き出してくれることは間違いありません。ぜひこちらをお試しいただきたいと思います。今日は新しくなったプーマワンを履かせていただきました。履いてみた感想としては、前足部から中足部内側にかけてプレミアムカンガルーレザーを使用しているので、ボールコントロールはもちろんなんですが、外側にはウーブン素材のスプリントウェブといったアッパーを使用しているので、左右の動きへのサポートもしてくれます。プーマワンとフューチャーに共通して使っているこちらの HD ソール、こちらの HD ソールを開発するのに何年もかかりました。こちらの HD ソールを開発するにあたり、日本の高校生にたくさんテストしてもらって、たくさんのフィードバックをもらいました。その中で一番多かったフィードバックは、やはりポイントの突き上げ、そして人工芝、土のグラウンドでの引っかかり、その部分を解決するためにプーマのこちらのアウトソールは適度なスタッドの高さ、それとスタッドの本数、スタッドの位置、全てにおいてこだわりました。こちらのスタッドの本数は14本配置していて、かかとの部分はブレード、しっかりと踏み込みをサポートしてくれるこちらのブレード型をかかとに配置し、つま先の部分は丸型のスタッドを使用しています。こちらのコンビネーションのスタッド、これは非常にグラウンドの中でのグリップ力を発揮しつつも突き上げを軽減してくれる適度なアウトソールになっています。今日本のハードグラウンドで最も適しているアウトソールはこちらのプーマのハードグラウンド用のアウトソールだと思いますので、ぜひ試してみてください。最初履いた時はちょっと横幅がきついなっていうのを感じたんですけど、5分ぐらいパスやったりドリブルをしてると足なじみがすごい良かったです。でカンガルーレザーってすごい重たいイメージがあると思うんですけど、靴を履いてる感がすごいなかったです。軽くて素足感がすごいあったかなっていうのを感じます。なので、女性の方とかにはすごいおすすめできるスパイクだと私は思います。ぜひ履いてみてください。